はいどうもこんにちは、たてるです。いや最近ね、よく自分の動画のサムネをね、よく褒めてもらうことがね、なんか増えてきて、とても嬉しい限りです。まあ、普通にね、プロスピやってもなんかあんま面白くないんで、せめてね、サムネだけは自分独自の何かを出したいと思って、こんな感じにやってるんですけど、いやそれが認めてもらうのはとても嬉しいです。ただ本当これね、考えるのめちゃくちゃ大変で、パッとネタがバーって思いつく時もあればね、マジで数時間悩む時もある。まあそれは動画編集しながら考えますけど、まあそんな感じで作らせていただいてます。これからも期待してください。頑張ります。はい、ということで今回はアニバ第1弾使ってみた最終回ということで、念願のこの選手使ってきます。はい、アニバ第1弾坂倉選手でございます。はい、いや本当に使ってみたかった、マジで使いたかった坂倉さん。いやマジ、ノムさん、古田さん、安倍晋之助だったり田淵さんとか強い捕手いますけど、坂倉さんが一番人気っすよね。もうちょっと他の野球ゲームであんま考えられないけど、まあでも強いです。もう敵に回したら一番打たれる、マジで一番打たれる坂倉が。一番打たれない、みんな。俺一番嫌いなんだけど、もう効果が出たらボール球でも打ってくるから、マジでブチ切れ。まあそんな坂倉さん、ついに私の元にやってきました。まあどうでしょうかね、皆さん。やっぱエキサイティングの坂倉さんがやばすぎて、今回のアニバの坂倉さんよりだったらエキサイティングの方が使えるってなって、継承しない人もなんかちらほら見ましたね。というのも特能がフルで出た時こんな感じです。はい、まあ見比べてもらったら分かるんですけど、エキサイティングの方が熱気発動時パワー95まで上がって、アニバの方がね、フル特の発動でパワー89なんですよね。やっぱライドラはパワーが上がった方がいいんで、まあ、僕も正直エキサイティングの方がねいいと思います。だけど仕方ねえじゃねえか、当たんなかったんだから、そこは許してくれよ。はい、ということでアニバの坂倉さん早速使っていきたいですね。まあちょっと能力はこんな感じです。まあ祝宴が 100% でありがたいこっちゃです。まあ特能で、まあ、広角回もありますし、超ラインドライブでパワーが上がりますと。んまあちょっとでもね、特のフル発動した時やっぱパワー90は見栄えがいいんで欲しいっすよね。つうわけでちょっと昇降チャレンジやらせていただきます。はい、つうわけでちょっと2体いたんでね、早速ちょっと極意症がすっからかんなんで、あ5枚もあったのか。まあでもちょっとさすがに極意症系は楽天の選手にぶち込ませてくれ。まあでも普通に当てりゃいいんですよ。ほらこんな感じで圧倒的なパワー最高。どっちやんけ、ちょもう一回やろう。やっぱバズーカ出してめっちゃ見栄え良くしたいよね。ちょっともう一回やらせてくれ。当たんなかったらマジでタイパンする。いいんじゃない、ガチでスナイパー。あーいいじゃん、俺別にどっちとか関係ねえからこっちにしてます。はい、これでまあパワー90になりますね、振っとくので。よし、じゃあ早速試合いきましょう。はい、ということで対戦よろしくお願いします。ちょっと今回も坂倉さん2番に置いてね、うまいこと打っていきたいです。早速いきましょう。てかやっぱどうしよっかな、坂倉さんレギュラー捕手で使うべきなのかね。あの古田さん先に出して、で代打で坂倉さんみたいな感じにしようかなとは思ってるんですけど、なんかもう今の環境普通にもう頭から坂倉さん出してる人いっぱいいるんで、俺もそうしようかなと思って、でなんか代打枠をもう一人増やすみたいな。なんかねめちゃくちゃ、まあやっぱ肩とかスローイングがあれなんで超絶走られるけど、逆にタイピン持ちの選手通して使ってる時はそれもまあありがたい材料ってイメージなんだけど、どうなんだろうね、まあ、タイピン出てなかったらちょっとあれだけど。さあ早速いきましょうか。ちょっと早速チャンスメイク。おいお前いつも得の全部出んなバース。まあいいチャンスメイクや、クソボール黙ったけど来い、来た来た来た、いいね。なんだこの得の化け物じゃねえか。そして応援歌桜だけにアドのクラクラです。さあぶち込むぞ、いいねいいね、やっぱスナイパーつけて正解。こら入るこれ、キモすぎだろ、なんだ今の弾道は。
やばい、ぶっ壊れてる。おい、これラインドライブの弾道じゃねえだろ。やっば、バケモンじゃん。クラクラ坂倉、あんな飛ぶんだ。初打席初ホームラン、お化け、いいじゃん。もうこの時点で合格です。彼は最強。さあ、そして山本が延長したんで、もう2打席目回りそうです。桜さんにワットじゃないからな。行くぞ、まずお前出ろバース。だからさあ、君見せ場奪わんといてくれ。さあバースに見せ場奪われたところで、おい、もう一発ぶち込んでやれよお前。いや、マジで打ちやすいな。まだ1打席しか打ってないけど、広角がないのか知らないな。さあ、見えてる見えてる、インコースにツーシーム来ないかな。ファイヤー、そういうこと、そういうこと、最強では。え、ちょっと待って、最強、ガチで最強なんだが、やばくねえか。ちょっとごめん、俺今期ね、アニバの岡本、まあ岡本を一番手に入れてよかった、楽天以外で一番手に入れてよかったと思ったけど、ごめんなさい、坂倉です。最強すぎるこいつ、おかしい、弾道ライントライブじゃねえこれ、意味がわからん、なんだこれ、ダメだろこれ。もうこれプロスピ史上最強捕手です。これずっと田淵だと思ったけど、これ違うわ、坂倉、おかしい。はい、ということで2試合目よろしくお願いします。いや、もうレギュラーです。彼は坂倉さん、もうレギュラーです。いや、これはやばい。いや、この人もだけど、どうしよっかな。坂倉さん一番器用、結構見るんだけど、みんなどんな感じなの。おい坂倉、お前させんじゃねえか。お前勝ってもいいのか。勝ったって何もなんだ君。なんか B とかだったよな。おい、させるやん。はい、レギュラー確定。お前させんのかよ。盗塁忘れてた、俺普段古田とか書いてたから、走られということを忘れていた。素晴らしい。さあ、そして秋田県の英雄石川さんをぶちのめします。さあさあさあ、行きましょう行きましょう。バス、また見せ場奪うなよ。だから見せ場奪うなって、お前いつもホームラン打つじゃん。企画の選手使う前にさ。さあ、そして徳の、今日徳の運クソいいな、めちゃくちゃいい。お前も続け。ああ、あー、ごめんなさい。おいおい、バースに負けてるって。いや、今のもうちょい待っとけばな、ぶち抜けたんだけどな、畜生、すいません。さあ、ラスト3戦目やっていきましょう。また高校回、いや、とても素晴らしいですね。ここまで最高です。いや、でもな、古田さんになお世話になってきたしな、ちょっとここでお別れも悲しいですけど、ちょっとこれはやばすぎるな、想像を超えてます。まあ、楽天中世なんで、結構ラインドライブの選手ずっと使ってたんですけど、ちょっとね、次元が違うな、マジでやばすぎる。さあ、一応行こう。藤尾を打ち砕いてこそ最強です。まずはお前、ちょっと待って、もまた打つ、もう打つね、お前バース、もうマジで見せ場奪いすぎ、ここ最近。チャンスメイクしろ、黙って。だからさ、お前やばすぎるんだってねえ。見せ場奪わないで、そして徳の全発動、ありがたい。坂倉、お前の実力見せてやれー。いいねー、これぞラインドライブ。くそ、しばけた、畜生。一応走力も B 案だね、ありがたいね。ちょっとバース3試合連発じゃないですか。そして走力 B なんだ、意外にも安定したステータス、最高すぎるぜ。悔しいから、もう一打席回させて坂倉に。
はい、ちょっと泣きのもう一戦やらせてください。桜さんでぶち込みたいです。まあ、ぶち込まなくてもいいけど、ちょっと打たせてくれ。ちょっと本当これがラストでいきます。そしてお前また得の全部出たね。いい加減にしろよお前。オッケー、いいぞいいぞ、それでいいんだお前は。よっしゃ行くぞ、決めて終わろう綺麗に。ゴーゴー、アウ、もう一回やらせてください。よし2回だ、全力で回せ。1人出れば、いや1人だ、1人出れば回る。それからにこの2人だった。行くぞ全力で回せお前ら。あざーす、オッケー、よっしゃ回るだろこれ。おいバス、お前ゲッツ打つなよ、こういう時にゲッツ打つなよ。回せバス、オッケー、もう何でもいいおい決めろ最後に。クラクラ坂倉、行くぞ最後の最後だ、気合い入れろ。あ、いけた、畜生。変化でマイナス1、OK。いくぞ、ここで、あー、まあ、許してくれや。はい、ということで、いかがだったでしょうか。いや、マジ最強っす。ガチ最強。こんな打ちやすいと思いませんでした。いや、打ちやすいんだろうなと思ったけど、こんな打ちやすいとは思わなかった。まあ、ちょっと、初戦の2連発以降、ちょっとしょっぽい。ヒットでしたけど、あれがヒットになるのはマジで打ちやすい選手の証拠だよね。あれがヒットになるとなんねえだったらお前全然違いますよ。いやありがたいですね。いやでもどうしよっかな、せっかくね古田さんいますし、古田さん使ってから代打坂倉って感じで行きましょうかね。ちょっとまだいい代打が見つかんないんで、見つかったらちょっとスタートで使いましょうかね。はい、いや今季今んとこ取ってよかった楽天以外、まあ他球団の選手で一番取ってよかった選手です。あなたがナンバーワンだ。感謝です。はい。ということでね、今日の動画はここまでにします。ここまで見てくださってありがとうございました。それでは、バイバイ。